サバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンザガールズ以下ニチプ女子のファイナリストで現在は株式会社ラポネガールズに所属するリン・アイダリン・ナノ・ケンモチナノ・ユウキ・田中ウキ・リノ・坂口リノが4人組ガールズグループイズ・スーを結成したイズ・スーは6月19日にデビューシングルファーストイズ スーをリリース予定で、ユニバーサルミュージックよりメジャーデビューを果たすこととなる。画像、全員ビジュタン、との声もアイス、スーとしてデビューするリン、ナノ、ユ気キ、リノイズ、スーは一体、どのようなグループになるのだろうか。パフォーマンスやコンセプトに着目しながら考察してみたい。まず、4人が出演していた、ニチプ女子、での活躍を振り返ると、全員が、 踊れるるメンバーであることに気づく放送開始直後からさまざまなステージでその高いダンススキルを発揮しておりステージ上だけでなく練習の段階から振り付けを自分で作り上げたりダンス未経験のメンバーに寄り添ってレクチャーする姿が印象的だったそんな4人が集まったアイススーは今後リリースされる楽曲でダンスブレイクが圧倒的な見どころになる可能性は高い 誰かがダンスをリードするというよりも、4人全員でダンスを繰り広げ、一つの表現として昇華させることも十分にあり得るのではないだろうか。コンサートなどでも、ダンスパフォーマンスの時間を多く設けるなど、彼女たちの強みを存分に見せられる構成となることが予想される。日プ女子、放送内でも高いスキルを発揮していた4人。コンセプトに関しては、 現在公開されているアーティスト写真を見るにキュートで朗らかな雰囲気というよりより大人っぽくクールな雰囲気をまとったグループとして展開されそうだ。4人が挑戦してきた「日プ女子」のステージを振り返ってみるとアイススーのメンバーはロック妖艶洗練された都会的な EDM など多彩なコンセプトを自分たちのものにできるだろう。 放送を振り返ると、例えばコンセプトバトルでは、リノはロック色の強い、小悪魔、バディーをパフォーマンス。挑戦的な表情と、しなやかながらもキレのあるダンスで多くのファンを魅了していた。また、同バトルでは、トキシックのステージにナノとユ気キが登場。センターを務めたナノが妖艶なパフォーマンスで見る者の,の心をつかみ、 勇気はスレンダーなパンツスタイルでクールかつ怪しげなダンスと歌声を披露し圧巻のステージを繰り広げたさらに4人はファイナルで「想像以上」をパフォーマンスしている同楽曲は洗練されたビートが印象的な未来感あふれる EDM4 人全員がそれぞれの魅力を最大限発揮しながら文字通り「想像以上」 のステージで爪痕を残していたのを忘れられない国民プロデューサーも多いのではないだろうか。いず、スーは歌についても、リノを筆頭に高いレベルの実力を有するメンバーが揃っている。特にリノは、ポジション評価で宇多田ヒカルのファーストラブを披露して大きな注目を集めた人物。ピアノサウンドのみで作られたバラードなど、歌を聴かせることに集中させる楽曲にも期待したい。 日プ女子の活躍を総合的に考えると、今回結成されたアイス、スーは、特にパフォーマンス面に強みを持った、コンセプト消化力の高い少数精鋭の実力派グループとして存在感を発揮する可能性が高いと言えるのではないだろうか。Is、スーは、5月10日より開催される、KCONJAPAN2024 初日幕張メッセでの、KCON ステージと、 ショーケーーケススで初ステージを披露する果たして4人はどのようなパフォーマンスを見せてくれるのだろうか熱い視線が継がれている。